十字歴は中国歴の一つで、元の各死刑、大間こ誠、巨皇羅によって編纂された大陰太陽歴の歴法。名称は諸教行天の歴章実月精神、高市住民寺に由来する。資源18年から実施され、明でも大統歴と名を変えられて、明の末年までの364年間にわたって使用された。壮代 十分な観測も行われず18回も開歴したのに対して、十字歴編算時には観察器具も改良され、大規模な天体観測が行われた。モンゴル帝国の時代になると、西アジアイスラーム文化圏の優れた天体観測技術が中国に伝播したからだと言われている。この長さを弦の長さに変換するのには三角関数ではなく、 新活以来の辺の長さの関係式と近似式から求めた。1対応年をグレゴリオ暦と同じ365.2425日とし、1作望月を29.530593日とした。計算法に、マネキサ法で対応、月の不当が求められ、小やわり演術で後継、気抜きと設計、石位の換算が行われた。 また一対応年の長さが微妙に変化するという都市実消費法を採用、さらに正式に上限積年法を廃止して近い任意の年を小読み元とし定数の波数の分母を1万で表す万分法を使うなどしている。秋代では都市実消費法を除外したものが大統歴と名を変えて使われた。長年使用されたため実際の天体現象と、 一致しなくなっていったが、海歴は行われず、西アジアイスラーム文化圏からもたらされた海海歴が、補助的に用いられた。万歴年間の1584年11月と1587年2月の2回、日食の起きうるタイミングがあったが、大統歴は2回とも時刻と食文を誤り、海海歴は2回とも水産を的中させた。これを知った官僚の高崎春が、 海会歴を大統歴中に取り入れるべきであると、上古都実月公職及び五世両藩の水産に限り、海会歴が大統歴に取り入れられた。日本でも、上京元年3月3日に大統歴開歴の、御事と乗りが出されたが、渋川春海が作成した、山和歴の方が優れていることが判明したため10月に撤回され、翌年より、上京歴が実施された。なお、山戸歴は、 受事歴の定数を若干改変し、里さん、すなわち日本と中国の軽度の差を補正したものである。ありがとうございます。